帝国データバンクによりますと、中古車の販売などを手掛ける中古車店の倒産は、1月から9月までに57件に上り、去年1年間の件数をすでに上回っていることが分かりました。このペースでいくと、過去10年間で最多になる可能性があるということです。倒産の急増について、帝国データバンクは、ビッグモーターの不祥事で中古車業界全体に不信感が広がったことを理由に挙げています。